実はまた出ましたね、切り裂きジャックが。生殖器を切り取り、血で描かれた天使の羽、ジャックお決まりの手口だ。ここは新宿区イースト歌舞伎町、眩しいネオンの一寸先は闇だ。ジョン・ワトソンと言います。ウエストの大学病院に勤めているんですが、不可解な出来事に巻き込まれてしまって。シャーロックさんに依頼する場合、報酬はいかほどでしょう。彼、お金というより事件が気に入るかどうかだから。なんでシャーロック？探偵は他にもいるじゃん。お二人はどういう関係なんですか？似た者同士ってとこかな。ジャックの正体か。本当に手段を選ばないんですね、モラン区長。娘を殺された無念はよくわかるよ。そういえばモランの娘ってジャックに殺されてたよな。アレクサンドラだったか。死んだ人間に対していくら後悔してもやり直すことはできない。僕を騙したんですね。出ていけ。今後俺の前に姿を見せるな。僕は君を助けなかった。シャーロック頼むよ。シャーロックホームズ。この世界には見知らぬ人たちがたくさんいて、私たちと出会うのを待ってる。それはとても素敵なことだよね。だからあなたもこの世界を愛し続けて。